それでは今日初勝利を挙げた、松永投手にインタビューしたいと思います。開幕投手を務めてですね、これで何試合目のところになりましたか？5試合目で、5試合目、ようやく初勝利を挙げた、まずその感想は？まあ、でも毎回打線の援護があっての、試合だと思ってるんで、今日2点取られちゃったんですけど、まあ、打線の援護があったから勝ちだったんじゃないかなと。ちょっとね、最後ハラハラしましたけども、無難に投げていたんですけれども、ちょっと2点は取られましたけれども、あそこら辺は自分としてはどういうふうなところは反省ない？いつも最後の詰めが甘いところなんで、自分の課題なんですけど、また次はそこを修正していけたらいい。まあ、一つ一つ、課題を克服して、自分の理想のピッチングを求めていくということなんでしょうけれども、今日自分で一番良かったところはどういうところでした、ピッチングの中では？テンポよく投げれたことが一番良かったです。テンポですね、はい、あとはそのまっすぐ変化球とも どうですかね、その自分で感じたいいボールっていうのはどういうことがあったんでしょうか？まっすぐがだいぶ状態良くなってきてるんで、今日もまっすぐ良かったと思います。はい、それじゃあ最後にですけど、今後の意気込みについて、一言。まだ先発ピッチャーとして、もっと勝てるようにまた次も頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。